白大型ミサイル艇は、大韓民国海軍のミサイル艇の艦級。アメリカ海軍からアシュビル旧小海艇一隻を購入した後、その巡動系艇を発注したもので、後期建造分は国産化された。PSMM-5 型とも称される。朝鮮人民軍海軍は、まずコマール型、また1968年からはより大型で、強力な大佐型を配備して、 ミサイル艇戦力を整備していた。また1960年代後半からは、工作船についても大型化、高速化や武装の強化を進めていった。これに対し、韓国海軍では、まず1967年より、アメリカ沿岸警備隊のケープ型カッターの譲渡を受けて、袋ウ型として再収益させるとともに、1971年には、 アメリカ海軍の足ビル急昇海底の一隻であるベニシアを購入して白王として最終駅させた。またこれに続いて同級を元にした巡道警定の導入にも着手した。その第一陣となる白王52号は同級を設計したアメリカ合衆国のシアトルタコマ造船所で1975年3月14日に寄港された。その後、四番艇 白欧56号以降は装備に紹介性を加えた上で韓国タコマ造船所で建造された。蒸気の経緯により基本的な設計はアシュビル級に基づいているが、船体は3.5メートル延長され、基準排水量にして15トンの大型化となった。船体はアルミニウム合金製である。また、主機関も白欧51号では、 カミンズ VT-12 から 875M ディーゼルエンジン2機と LM-1500 スタービンエンジン1機によるコドック機関であったのに対し、アベコ TF-35 がスタービンエンジンによるコガーグ機関に強化されている。白王はアメリカ海軍在籍中の1971年、試験的に RGM-66D スタンダード艦隊艦ミサイルを搭載しており、 韓国への譲渡後の1975年から1976年にかけて再装備された。前期建造艇でもこれを踏襲して、単装発射灯2機に収容して搭載しており、また次発装填装置を備えていた。手法としては50口径7.6センチメートル単素速射砲を備えており、アン、SPG-50 追尾レーダーを備えた。 マーク63砲射撃式装置による統制を受けていた。後期型では艦隊艦ミサイルは新開発のハープーンに、また主砲も 76mm コンパット砲と W-120 追尾レーダーの組み合わせに変更された。ありがとうございます。